各国の平均寿命平均寿命の長さは色別に緑濃星青水色大ィア赤となっている各国の男女別平均余命円の大きさは人口を表す平均余命とはある年齢の人々がその後何年に生きられるかという期待値のことである生命表で計算されている CIA Factbook の千二十一年のデータでは最も低いアフガニスタンにおいては 約53.25歳。一方で、日本においては、約84.65歳となっている。日本の生命表には、10万人が生まれた時、ある年齢に達するまで何人生存し、その年齢のうちに何人が死亡するかが計算され、掲載されている。また、毎年10万人が定常的に生まれる集団において、ある年齢に属する人口が何人になるかも、計算されている。 例最での平均余命のことは特に平均寿命といい、国や地域の医療、衛生水準を示す指標として用いられている。入児死亡率は他の年代の死亡率と比較して、効率のため、平均寿命が平均余命の中で最長とは限らない。この数値は、現在の死亡状況が将来にわたって続くと仮定した場合のものである。医療の進歩や、 生活環境の変化によって実際の平均生存期間は平均余命と異なってくる可能性は大きい。また、ある有害要因によって平均余命がどの程度短縮されるか計算したものを平均余命損失といい、有害度の尺度として用いられることがある。日本における平均余命の推移は以下の通り。日本における平均余命の推移症は20年間に。 生命表によれば、昭和20年の日本人男性の平均寿命は23.9歳で、ある。仮に、1945年の日本人男性の人口3600万、死亡者数を200万とすれば、このペースで人口が推移すれば、およそ20年で日本人男性は消滅するので、この平均寿命は妥当性は高い。しかし、第二次世界大戦は、 昭和20年9月に集結しているので、第二次世界大戦下での日本の人口動態を表すのに、この平均寿命をことさらに取り上げるのは騒ぎ近い。また、同性名表における昭和20年の男性1歳児の平均余命は28.8年のため、終戦後の食料を不足による乳幼児の死亡率の高さが平均寿命を押し下げている可能性がある。 翌昭和21年の簡易生命表では男性の平均寿命は42.6歳に戻っている。ありがとうございます。